誰やっちゅうね。幸田めぐみっていそうですよ。いそう、全然普通味噌ですよ。え、妹が味噌の味噌のです、はい。めぐみじゃない、誰がめぐみの勝手に出てきた。FM ギノマをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。ここからは沖縄ツーリズムラボのお時間となっております。今日もですね、沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾天空スタジオから生放送でこの後午後9時までお届けしてまいります。どうぞお付き合いください。この番組の担当いたします、腰痛が発生している研究員の伊藤でございます。これ今時間作ったかな。あ、ええ早く。最近虫に寄りつかれなくなった研究員の佐藤です。あ、いいね腰と虫をかけてきたんだね。じゃあマジ腰いったよ。じゃあなんかオープニングFM 宜野湾沖の皆さんっていうのとラジオ沖の皆さんっていうのそういうこと混同させて、いやさっき幸田めぐみが出てきたから、からちょっとなんか いろんな足し算が起こってると思って、いろんな足し算が起こってるね。びっくりしたわマジで。なんかな、急にミスドあたりぐらいからなのよ、腰が痛くなって。ミスドじゃないです。だからさ、なんかしたかね、ドーナツをそんな重かったかね。確かに今日はなんか多めに7個ぐらい買ったけど。なんか無性にね、でも甘い時、甘いの食べたくなる時ない？ある。その中でも今日なんかめっちゃドーナツで、うん、嬉しかったです。そう、やばっ、なんか今日食べたいわみたいなのがあって、うん、そう早速買いに行って、ありがとうございます。みんなで、ね、はい、食したわけなんですけど、マジダメだわ、甘いの一気に食べたくなるわ本当に。じゃだから絶対伊藤さんあれですよ、糖質依存。じゃあ俺糖質だけじゃないわ、美味しいのはなんかずっと食べ続けたくなるわけよ。ああそうなるほど。ね、皆さんなんか甘いのとかね、おすすめだったり、うん、食べたら止まらなくなるものがありましたら、ぜひ FM 宜野湾の、ツイキャスの生放送でのコメントであったり、あと YouTube でも配信してみたいですので、ラジオではどうしても聞けないよということをインターネットで見られている方々はぜひ、YouTube またはツイキャスでコメントください。そしてメールでもお待ちしております。メール797@fmginowan.com となっておりますのでね、沖縄ツーリズムラボ宛てまで、メールなどお待ちしております。ぜひぜひお気軽に、ご参加いただければと思っております。さて、いよいよ沖縄の梅雨が明けましたの。もう明けましたね。明けましたの。一昨日ぐらいよ、うん、急によやつが泣き始めたよ。ウィーウィーウィーみたいな。マジかみたいな。絶対伊藤さんちめっちゃうるさそう。うるさい、うるさい、本当に近そう、ね、声が近い近いでしょう、うん、あれやつら目覚めたと思ってガチで梅雨明けたんじゃねとか思いながら。本当ですね、なんか一気に晴れましたね。そう、あれ多分よ、沖縄のセミのやる気は本土のセミより満々だよ、うん、俺本土にいた時のセミってなんか可愛いと思った。え、こんな鳴き方する、なんだから、あの誰かが真似、つくつく帽子よ、いたっけそんな人、いるいる、あ、じゃあ誰かが真似するんだけど、はい、つくつく帽子ぐらいの鳴き方だったら可愛いわ。沖縄のよ、アントニオ猪木やし、シャー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 して確かに、なあ、確かにシャー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 ってみんなでなんか一人がシャーシャー言い出したら俺も負けんけどみたいな感じでシャーシャーしだすさ。本当にね、あれ授業も聞こえないし、ね、うん、恐ろしいよな、うん、怖いで、急に泣いたと思ったら急にシーンってなりすぎて、そう、どうしたみたいな。そうなあ、あのタイミング分かんないですよね。全然分かんないよ、あいつは何なんだろうな。え、あいつらも群れなんですか。違うんじゃん、単独じゃない。へ、中身見たことない人中身見たことない。キャンサー、そうそう、空洞の瞬間を見た。やばい、空白の1年じゃ空洞の一瞬を見てトラウマ化された。見ちゃいけない、そう、見ちゃダメなやつですね。そうそうそう、マジで。でもな、いよいよ来たな。昨日岡山の人とよ、うん、オンラインもしてて、そうで、こう話してたから、ちょっと待って待ってみたいな、うん、何みたいな、あの後ろから鳴いてるのセミって言われて
そう、ですけどみたいな、そうそうそう、やっぱりもう沖縄みたいな感じで、うんうん、そうそう、もう明けたよ梅雨って、もう夏よ夏みたいな感じだな、うん、あのでもさ、いい時期に来たんじゃないですか、うん、2週間ぶりぐらいじゃないの、週末快晴になりそうなの。そうなんですよ、ね、2週間か3週間ぶりじゃない、あ本当に週末だけいつも雨降ってな、国頭の土砂降りからスタートしていやなんか呪われてましたね、なあのウィークな、うん、そう、なんでこう7回あるうちのが2、そうな、狙ってくるのそうなの、ね、7分の2がここ、このサイクルでねでもなんか一昨日ぐらいから本当にもうシャーシャーできるからね、今もうシャーシャーできるロケーションを整ったからや、うん、地球上の沖縄で今週の火曜日ぐらいかめっちゃ雨降ったの分かります、うん、夜でしょ、違う違う違う、お昼から、ああ、はいはいはい、雷ゴーゴーしてて、うんうん、あれが終わってからめっちゃ晴れてません、そう、もうだからあれが最後日曜日ぐらいだっただろ、ハーリーがねだったの、そう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 、日曜日だよな、うん、日曜日日曜日、だもうやっぱすごいや昔の人たちはね、賢い、いや、うん、本当に開けるもんな、ね、嘘でしょっていうぐらい開けるから、うん、もう暑いもんね本当にね、うん、勘弁してほしいよ、死にそう、なくしな、でもまあでも遊び、外で遊ぶにはいい時期じゃないですか、はい、ね、密にならない程度には、うん、まあ外でちょっと気分転換もしながら、うん、ただ熱中症だけはね、うん、お外で仕事してる方々は特にね熱中症も気をつけてもらいながらじゃないと、うんうん、まあ本当に暑いからね、いやマジ暑いです、ね、昨日1時間ちょっと外で撮影があって1時間いたんですけど、はいはいはい、死ぬかと思った、うん、夕方ですよ5時ぐらい、だって一番暑い時期じゃないんマジ溶けると思って、はいはいはい、でもそんな弱音言えないから普通の顔してそう、俺めっちゃ弱音言うよ、言ってたよ、だって中学生相手ですよ、いいじゃん、やつらはそれなりの体力がついてる、だって日頃からさっこいさっこいしてるからそう、さっこいしてる子ってだろ、うん、そう、サッコイしてるやつらがさ全然大丈夫だよマジで、あ、そうなんだ、そう、みんなわかるかな、サッコイサッコイ一応野球のことですね、そうそうそういやいや、本当にあのギノザの先輩とよ、うん、2人でこれはね、うん、シェアリングできた、分かり合いました、分かり合えた、よく考えた、あの若い時アホだよなみたいなね、うん、いやごめんね、あの今ね甲子園を目指して頑張ってる子たちにでも本当に思うわ、すごいわと思う、え、あれって大人になったら言わないんですか、言わない言わない、そうなの、まあ、大人になったら草野球の時とか、まあ、言うけど、うん、試合中はいいと思うわけよ、練習のフリーバッティングを、はいはい、フリーバッティングってバッティング練習してる時に、うん、もうこれはもうバッティングだけの練習だからマシンでボンって球入れて、でバッターの人たちがゲージから3人なり4人並んでカキンカキンって打つんだけど、はいはいはい、ボールが飛んでいくからそれを守備で打たない人たちはこう守備で守りながら待ったりするんだけど、でその間ボール全然来ないのにずっとサッコイサッコイしてるから今考えたらすげえわと思って、よく、うん、あんな炎天下の中、うん、で野球ってほらバスケとかって来て4枚ぐらいでしょ、そうでしょ、まあインナーとね、野球はめちゃんこ来てるからなめちゃんこ来て、しかもスライディングもしても破けないぐらい分厚いパンツと上着を着てよ、やばい、炎天下の中、しかもあの革の手袋を左にはめて、まあ片方にね、はいはいはい、で革のスパイクを履いて直射日光も全身ダビながらさっこいさっこいってさもう言わんでもよかったんじゃないかなと思う、ね、地獄ですね、言わんかったらもっときつかったのかなと思いながら、何なんですかね、うん、でもよく頑張ってたわと思うけど、ね、お疲れ様です、なんか一つ夢がとか目標があるって、うん、そういう苦難苦労は乗り越えられるんだなってのは、あーなるほどね、でしょう、確かにすごいんじゃない、そのサッコイの先に甲子園があるからそういかにサッコイできるかだからサッコイが勝負なんですね、サッコイ勝負だよマジで、いやいや本当にあれはすごい若さゆえのできることだね、うん、確かにプロ野球選手とかもだから一応すごいなと思うけどね、うんうんうん、思うでしょ、だって自分と同い年の子たちが全力疾走してんだよ、ね、絶対無理だから本当に思うんですよ、でしょ、うん、今、うん、ここ何年も6年ぐらい、うん、全力で走ったことなんてないでしょ全力疾走してんだよ、すごくない、ないないない、すごい、でましてやさ、イチローとかだってそれ40何歳までやってたんだよ、うん、マジすごい、最前もう最高峰の位置だよ、はいはいはい、山本雅も40何もう過ぎて、うん、20歳とか18歳の子相手にうりゃうりゃ全力投球してさ、うん、マジ尊敬するわ本当に、すごいですね、お相撲さんとかさ、やっぱこういう人たちはすごいわ、うん、ね、なんかこの前もバスケの試合見に行ってて、うんうん、あ、バスケもずっとダッシュじゃないですか、やばみたいな、やばいよな、で接触ね多いし、そうわーおって本当に、気づい、もう気づいたらね、うん、自分と同じ年の人たちがさどんどん引退していくんだから
切ないぜ。甲子園の監督がいつの間にか年下になってきたり。あ、そっか。そう、今から来るんだぜ。そっか、ちょっと覚悟して。そう、今はまだほとんどまだ年上だよな。はい、やば。でも夏もな、いろいろスポーツ、今日もサッカーやってますからね。あ、ぜひ、ね、あのラジオを聴きの皆さんもサッカーの経過もなんかコメントとかで教えていただければ助かります。では1曲いきましょうか。まあ、夏も来ましたので、この曲で倖田來未、恵みの人。はい、もうそう、白いスパイク履くんだよね。まあ、全然甘いものでもお待ちしております。あの、食べたら戻らないのがいいな。フラダンスのいい。え、フラダンスのいい。あ、お前たち、フランダースの意味って分からん。分かりますよ。あ、分かる。びっくりした。時代感パトリックですよね。あ、そうそうそう、ね、でしょ。今日も頑張ってるじゃん。あ、本当だ。まあ、俺が気が狂ったと思ってた。なんでって思ったら、フラダンス。なんでいつもこんなシュプリームさんって頭柔らかいんですか、ね。うん、お上手。フラダンスのいい。フラダンスのいい。でもハワイで、リュック像っていうのがあって、あのサーフィンの神様っていう。はい、なんかあっち、いつもお花がかけられてるんですよ。あ、フラダンス。あ、レイが。そう。なんか、待って、本当の名前忘れた。シュプリームさん。フランダースの。そうそう。そういうのもあるんですかね、ゾウとか。ああ、でも、まあ犬だから。ゾウじゃない。違う。ねえ。スターチュー。ねえ、ねえ。あ、マスク、マスクね。あ、マルス。もう。で。確かに数50か。50、多分今4じゃないですか。へえ。うちの母と同い年だった覚えがあるんで。やば。54でダッシュしてるんですか。やば。しかもまだ現役だから。はい。はあ。ねえ。だからシュートもし決めようもんなら最年長シュートですよ。そうそう。自分の持ってる記録を超えていくだけだ。じゃあもうやればやるほど記録を。そう。作っていく。へえ。スタメン出場とかしたらエグいっすよ。最年長出場、もう何でも取り合える。そうなの。白いスパイク春からやってたからな。でも野球って本当になんか辛そうですよ。甲子園は特にきついと思う。一回言ってるけど、水産高校の時にグランドレベルじゃないっていうの、地面レベルじゃなくて球場が、地面からだいぶ放られてるところになるから。あ、そうなんだ。力が、普通の言い方で言えば。そうなんだ。普通の地上レベルからゲート入ったら、そこアルプススタンドの中段ぐらい。あ、そうなんだ。そこからこう下に置いていくから風が全然きついと思う。だから上に行ったら風が回るってそういうこと。あ、グランドレベルにない。そうなんだ。力レベルにない。だから余計きつい。やばいですね。だからあれなんですよね、結構か、あの熱中症対策本当に本格的にやらないといけないですよ。はい、じゃあ前にかけます。はい。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしております沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしております。てんてんてん、最近モンブランとか食べてないですね。ケーキ系。モンブランへの、 野望はいつでも持ってるよね。でも今日じゃない、今日はちょっと美味しく食べる自信がない。あ、お腹いっぱいです。なんか甘いものって何の種類が、お菓子とケーキと、なんでお菓子とケーキと、別、お菓子とケーキって違くないですか。まあ確か、ケーキとお菓子と、なんて言いましたっけ、アイスと、もっとあるんですかね、甘い。そんぐらいか。
じゃあ複雑な質問を果物いい沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾スタジオから生放送でお送りしております沖縄ツーリズムラボの後半戦となっておりますということでね、いっぱい今日もまだメッセージコメントをいただいておりますので、じゃあぜひ脱脂から、ありがとうございます。シュプリームさん、あ、名前言っちゃった。天空スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。フラダンスの犬です。あ、いつもありがとうございます、うん、ありがとうございます。全然気づかなかった。ここはじゃあ今まではまああるよ軽い方だよ。あ、そうなの。来週死に爆笑持ってくるから来週シュプリームさん、あれ言ってたよ、言ってたこの前。来週ちょっと期待してくださいと。6月の一発目はもうラジオネームで爆笑を取りますからと言ってた。俺は聞いた。すっごいハードル上げられてますよ、リムさん。はい、ありがとうございます。はい、武蔵さん、伊藤さん、ザットちゃん、ミキサーのキャンさん、天空スタジオから生放送お疲れ様です。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。本日のテーマは甘いものっていうことですけど、甘いもの、甘いものとか、うん、あの食べたら止まらなくなるものがいい。なんかな。俺結構あるわけよ。あのチョコシューとか。あ、チョコシュー、うん、とか、あと酸っぱいマンとか。あー、全然ジャンル違いますね。今回の予想、ずっと食べれる。チャーハン定食2回でも3回でも美味しいチャーハンだったらずっと何でも美味しいのだったら食べ続けられる、きっと。そういうのをテーマにまつたいね。ね、確かに。びっくりした。これは多分俺とザトしかいけないね。超びっくりした。そうそう、伊藤さん、ザトちゃん、こんばんは。メールいただいてますね。 ありがとうございます。ミチコとの恐怖遭遇。これどっかで聞いたぞ。これどっかで聞いたな。私もなんかすごい見覚えがある。ありがとうございます。はい、最近、じゃあこっちは僕が行きましょうか。はい、最近関東地方では埼玉の秩父が結構暑いらしく、おテレビや SNS でも話題沸騰していて、そんな中で秩父長瀞、はいはい、長瀞に、うん、目にも眩しい、なんていうの、花火草が見ごろという情報を発見し、早速行ってきちゃん。やばっ、本当に早い行動。本当に羨ましいね、うん、本当は同じ秩父の、これは貝野っていうのかな、南野かな、山の上で咲き誇るホビーの撮影もしかしたかったんですけども、うん、コロナのイベントで、中止。かわいそうにな、かすかな望みだけでもと思いましたけれども、刈り取られる最中だったということで、ピエンってかわいい。トリマー30度の暑さの中で撮った花火ストを送りますということで。あ、お疲れ様。めっちゃ綺麗。待って、上手すぎる。なんと やばい。シップさんです。ですよね、ですよね。シップさん、やば、やればできる子。これって何持ってったんですか ね、シャボン玉。ああ、君の好きなやりたいことじゃないか。あ、そうそうそう、私めっちゃシャボン玉したい。次、うわめっちゃ酔って、あ、綺麗ね。え、待って、ああいういつもさハイレベルのラジオネームを変更したりさ、はい、ちょっとさギリシモみたいなとこ触れてくる割には心綺麗じゃん。だいぶ、ね、めっちゃ澄んだ心してます。澄んだ心と澄んだ目をしておら いらっしゃるじゃないですか。すごい、ありがとうございます。わあ、なんかこれいい、これいい、心清らかになりますね。わからん、こういう花ってあんま沖縄にないの。ない、ね、ない、ね、なんかいいね、花火しそう。行きたい、行きたい、花火しそうってね、行きたい。わー、すごい、めっちゃ雲流れてる。結構開けたのかな、シャッター。多いですね。ね、綺麗にいい写真撮れてるな。超なんか分かるよね、主役がね。うん。ね、うん、このお花。そう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 。お綺麗、ありがとうございます。ありがとうございます。秩父暑いわけよ。俺秩父今ね暑いっておっしゃってたけど、うんうんうん、もう俺かれこれ10年前ぐらいから秩父目つけてたよ。そう、めっちゃいいとこ。秩父。埼玉県の秩父つって、あの。西武池袋線かな、でずっと最後まで行って乗り換えて、うん、お花畑駅ってところで降りて、さらに俺行ったんだけど、待って、めっちゃ可愛いその駅名。めっちゃ可愛いんだけど、あのもう本当に心がすさんだ時に行った。あ、行きたい。もう人と会いたくないとか、ちょっとゆっくりしたいなっていう時に山小屋みたいなところ、うん、まあなんかね古民家の民泊みたい、民宿みたいなところがあって、そうそう行ってたね。ありがとうございます。またそういった景色があれば送ってください、ね、ぜひぜひね。じゃあもうちょっと、お、恵比寿さんから お茶ありがとうございます。あざっす、熱中症対策。お団子2つもらって、あ、え、本当だ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お、ね、あ、ね、確かにシュプリームさん今度はこんばんはということで、ね、暑さ対策で、白いスパイクね、甲子園今度履くみたいね。うーん、変わるんですか。先発から履いてた。え、いやいやいや、俺白いスパイクは草野球になってからだけど、はいはい、
あの時は黒しかダメだから、まあ、黒しかダメだったのかね、うん、白持ってたんだけど、うん、めっちゃ暑いから、だから黒がやっぱ暑い。黒が、あー、やっぱ変わるんだ。建築やってた時も安全靴黒だから、はいはいはい、かつ先に鉄板入ってるから、うんうんうん、もう超暑いわけ。はいはいはい、多分ね、やっぱ黒の靴はね、うん、直射日光に暑いで、甲子園には暑いと思う。熱、まあ、だけどなんか白はちょっとなかなかあれだね、まだ見慣れないかなとかも。うーん、そうそうそう、いいね。写真も撮りに行きたいな。1回目に行ってシャボン玉撮りたいと思い、慌てて、Amazon で買って2日後に。ああやっぱだからやっぱほら、うちのさ、はい、研究員の玉木ちゃんよ、カメラマンの、あの人もやるさ、ね、やっぱこういうのって大変じゃんな。はい、あの人もね、こういうやっぱだからカメラも写真もほら、先週、うん、ナオポンがうちの言ってたけども、旅何何ハプニングびっくりした今。さっきからうすうす思ってたけど来やがった。でナオポンが言ってたけど、こう旅もなんかやる前から楽しむというか、写真も多分きっとそうだよね。こういう構図が撮りたい、こういう絵が撮りたいっていうのを準備していくから、うんうんうん、多分あの楽しい、そこから、ね、旅とかが始まるんだろうなとは思うね。ね、確かに。そうそうそう、いいですね。また送ってください。はい、ということで、じゃあ 2曲目ザトから紹介いきましょうか。レイディーガガでポーカーフェイス。マジポーカーフェイスできるとまあまあでかいもんな。じゃあさっきからこの辺もわちゃわちゃしてる。めっちゃ受ける。音楽終わっても1分はあるので、そのまま流し切りましょうね。はい、びっくりしたね。何だったのさ、虫だったんだけど。え、大気圏か。飛んでないですよ。うん、絶対飛んでたよ。え、あ、これか。待って待って、今絶対浅いよったんだよ。違う、ここに、違う、キュッて何かが。怖い。あ、見て、濃厚カスタードシュー飲み物って。何？カスタードシュー、わかります？ファミマの、ファミマのシュークリームめっちゃ美味しいですよ。ファミマ行かないさな、これ。知らない。そう、ローソンじゃない、これ。あ、確かに、うん、あんまりイメージないです。ファミマ美味しいですよ、これ。ぜひ食べてほしい。見た？え、見つけた。見つけとこうよ。わお、武蔵さんからめっちゃ、ね、あ、すごい。いらんなった。あれ、前田食堂って浦添じゃね。あ、違う、昨日なんか、でも桜がだよね、サンスティーマじゃね、なんリボーの近くにあるのか前田食堂じゃん。違う、この前の食堂は元か。じゃあ、その、あの、大気味の方だ。大気味か。へぇ、あの、有名なところね、そばとか。へぇ、あと、トービーラーが。何これ、めっちゃ美味しそう。これ。え、これ何これ。キャンさん、これ押していいんですか。あ、もう全然大丈夫。これ。ああ、これ何、一度食べたらって気になる。これめっちゃ気になるんだけど、何これ。あ、これどこ、これどこ、美味しそう。メールに書かれてないかな。あ、そうだ、メール。どこで食べた、前田食堂の肉そばご飯が、あとまでガムリスイーツ、あ、仲間だね。これ肉そばですよね。あ、じゃあスイーツはじゃあ場所書かれてないですね。え、武蔵さん、これどこですか。これ、これなんて説明したいの。フルーツ盛り合わせ。フルーツ盛り合わせ。一度食べたら。なんだろうこれ。一度食べたら。めっちゃ気になる。ツイキャスの方で武蔵さんが、うん、沖縄市のミニミニ動物園のジャンボシュークリームをおすすめ。あ、虫かわ。あれ美味しいです。虫、はい、かわのか、うん、で、前田食堂は名護市ですね、と。あ、前田食堂は名護か。名護に入るんですね。はいはいはい、あるんだ。おお、日本1点取った。いいっすね、セルビアに対して1点は熱いっすね。セルビアって強いんですか。強いですよ、なかなか。へえ。日本に対しては格上です。あ、そうなんですか。私、ポークフェイスですって。まだだな。まだ、来週はもっとだから。あ、やばい。来週はもっと面白いから。チラガーだ。ポークフェイスって、もこもこもとしくんのことじゃないですか。
おとしくん誰木曜日 の、 あの夜の芸人さんです。あ、そうなんだ。あ、いるんですね。はい、ハイパーデブがいます。それ失礼くないです。大丈夫ないですか。もうあの彼に関してはそれを売りにしてるの。あ、なるほど。じゃあ大丈夫だ。はい。シリのデザートはもうショコラ、ナシの定規全部行きましたよ。終わります。お送りしてまいりました沖縄ツーリズムラボもそろそろエンディングなんですけど、メールね、いただいてましたね。武蔵さん、ありがとうございます。めっちゃ美味しそうなんだよ、ね、前田食堂のそば、おそばと、そしてシリのデザートラボショコラとかね、定規、モンクレア、モンクレアって俺たちが相性悪かったやつか。そうそうそう、あのモンブランがめっちゃ美味しいところ、金町にあったやつな。あ、モンクレアか、モンクレアだから、モンクレア、そうだ、行けなかったところで今新都心に来てるやつな、はい、あ、確かにね、美味しかったね。確かに止まらないよね、肉そばのとかね、うん、そういうのもね、全然止まらんわ。美味しいのには目がない。いいですね、グルメ、ね、本当に。お、日本1点取ってるということでね、シュプリームさん、ありがとうございます。あ、いいね、スポーツもそろそろ来るしね。はい、オリンピックもどうにかねできたらいいなと思いつつも、こんなご時世ですからね、うん、でもまあもし開催するなら開催するでね、みんなで一丸となってね、うん、応援できればなと思います。あ、そうか、そうか、お疲れさん。じゃあ1分あるってなったからちょっと調子にいいですね。はい、失礼しました。季節が締めるのかって。じゃあまた。ありがとうございます。モンクレア専門店、県庁近くに。あ、あの新しくできたところですよね。ほら、写真見せたじゃないですか。おお、なみなみに。はいはいはい。俺多分、俺食べたら止まらないわ。あの、あれアカック。あ、おいしい。アカックやべえよ。私、つくし餅。あー、福岡の、うん、はいはい。あれだったらいつまでも食べるか。うん、つくし餅、マジうまい。信玄餅どっちに。違いが分かんないですよ。あんまり一緒じゃないですか。一緒だと。そう、でもタレを一回出すのが本流だったの。タレが福島餅。そうなの。でもあれに入れてからよ、車内で食べたらダメよ。絶対に。あれね、あの蜜ときな粉が絡まった具合がめっちゃ好きなんですよ。でもあれ、これなかなか弾くやし、見つかけたときにきな粉が辛すぎて。違う違う違う、餅は餅で食べて、最後にきな粉と蜜を混ぜて。お前何歳。それってガキがガキがミロの粉を分けて舐めて食べてるんだ。全然違いますよ。待って、違うから。その攻め方をしとき。ありがとうございます。ありがとうございました。またじゃあ来週。